にちは、ガチャピです。装飾音はいろんな楽器で使われます。文字通りフレーズを装飾するための音符です。装飾音にもいろいろあるんですが、今回はその中でもポップスやロック、ジャズなどで特によく使われるタンゼンダ音について解説したいと思います。タンゼンダ音とは、例えばこのようなものです。斜線の入った小さい音符で起伏します。いきなり話はそれますが、タンゼンダ音があるということは、超ゼンダ音というものも存在します。このように、斜線が入っていない小さい音符が超ゼンダ音です。これは下段のように演奏します。超ゼンダ音がついた音符の半分の音下の音符を付け足して演奏するんですね。これはバロック音楽などによく使われたもので、ポップスなどでは出てくることはまずないでしょう。最初から下段のように起伏すればいいわけですから、知識としてこんなものもあるといった程度でいいと思います。それでは、タンゼンダ音に話を戻しましょう。これを演奏する場合、細かく言うと2種類のタイミングが考えられます。例えばこのような譜面があったとします。これを実際に弾くときは、まずはこのようなもの。装飾音が拍の頭になるように弾きます。もう一つは装飾音が拍の前に来て、本来の音符が拍の頭に来るものです。クラシックなどでは細かく決められていますが、ロックやポップス、ジャズなどでは演奏者にお任せというものがほとんどです。曲やフレーズに合うと思った方で演奏すれば大丈夫です。装飾音符の長さも演奏者が自由に決めましょう。これは短めにしてみた例です。では少し長めにしてみましょう。これはもう好みなので、どちらでも大丈夫です。テンポなどによってもかなり変わってくると思います。ブルースなどでよく使われるフレーズにこのようなものがあります。市販の譜面などもこのような起伏で書かれることがほとんどだと思います。このような起伏だとこう弾いてしまいそうです。レのシャープを先に弾いて、後でミソの和音を弾くという方法です。でも実際にはこのように弾くことが多いです。先にレのシャープ、ソという和音を同時に弾いてから、レのシャープがミに動きます。その間も上のソは押さえっぱなしにします。このように弾いた方がブルースっぽくなるのでおすすめです。こちらはよく使われる代表的なタンゼンダ音です。半音上下から、全音上下から、そして半音2つ使って上下から、6つを上げてみました。装飾音を2つ使うものは、特に複前打音と呼ばれますが、割とよく使われるので一緒に紹介します。複前打音の音符には斜線がつかないことが多いです。複前打音にも全音を使うことはあるんですが、半音の方がよく使われるので、今回は半音2つ使うものだけにします。同じフレーズに半音と全音の装飾音をつけてみましょう。キーは C で、コードもトニックの C です。半音だとちょうどフラット3度、フラット5度というブルーノートになるので、少しブルージーな感じに聞こえます。全音だと、どちらもダイアトニックな音なので、自然で素直に聞こえる気がします。ジャジーな感じなら半音、フォークやポップな感じには全音、といった感じに使い分けるのもいいかもしれません。半音はどの音につけても構わないんですが、全音は少し気をつけなければいけないことがあります。Cメジャースケールの音に全音上下からの装飾音をつけてみました。ところどころ黒鍵、
要するに C メジャースケール以外の音が入っているのがわかると思います。これはやはりちょっと外れて聞こえてしまいます。比べてみましょう。かなり大げさにつけてみました。上段はすべてダイアトニックではない装飾音です。下段はダイアトニックになるように半音に変えたものです。やはり上段はちょっとおかしな感じに聞こえるのではないでしょうか。よほど意図がない限りやめておいた方が無難でしょう。では一つのフレーズにいろいろな装飾音をつけてみましょう。このような簡単なフレーズです。2小節目最後のミの音には全音下からの装飾音がついていますが、その他の装飾音は半音上下からになっています。ファとドには全音上の、他は半音上下の装飾音をつけました。これは E7 のレと Am のミには半音2つの複前段音を使ってみました。装飾音の付け方だけでかなりのバリエーションが得られるのが分かったと思います。ここまでピアノでやってきましたが、オルガンなどにもよく使われます。このようなフレーズでやってみましょう。これだと少し味気ない気がします。このように装飾音をつけることにより、いかにもオルガンらしいフレーズになったのではないでしょうか。フラメンコギターなどのスパニッシュなフレーズには上からの単前段音がよく使われます。これに装飾音をつけてみましょう。かなりそれっぽい感じに聞こえます。もちろん上からだけでなく、下からの単前段音も複前段音も使われます。例えばこんな感じにスパニッシュなフレーズを上から引っ掛けて弾くと、チックコリアっぽくなったりもします。装飾音の中でも特に単前段音と複前段音について解説してきました。ちょっとした一工夫でフレーズがおしゃれになったり華やかになったりします。今回はサンプルということでかなり大げさに使ってきましたが、ここぞという時に使うとかなり効果的です。楽器は問わないので、ぜひいろんなフレーズで試してみてください。では今回の動画は以上になります。このチャンネルではピアノを使った作曲やアレンジのノウハウなどを紹介しています。概要欄のブログとも連動しているので、ぜひチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。